加藤慶三郎加藤慶三郎4月19日から1939年12月3日は、日本の定身官僚、銀行家、政治家、北海道拓殖銀行頭取、朝鮮銀行総裁、貴族院議員、旧姓、河村、愛知県出身、河村博士の三男として生まれ、加藤厚弘の養子となる、1897年7月、 私立日本法律学校を卒業。同年12月、文官高等試験行政科試験に合格。1898年2月、低新省に入り通信初期として、電務局に配属された。1898年11月、福島郵便電信局長に就任。以後、岡山郵便電信局長、長崎郵便電信局管理課長、通信事務官。 金沢郵便電信局管理課長、大阪郵便電信局管理課長、宇都宮郵便電信局長、一等郵便局長などを歴任。日露戦争を迎え、1904年2月、軍郵便部長に発令され、同年3月、第一軍に従軍。1906年3月、仙台郵便局長となる。以後、日本大博覧会事務官、 高松郵便局長、神戸停止管理局長、九州停止局長などを歴任し、1913年10月に退官。1913年10月、日本官業銀行発行課長となり、調査課長、理事を歴任。その後、北海道拓殖銀行頭取、朝鮮銀行総裁を務める。1938年1月7日、 貴族院直選議員に任じられ、研究会に属し死,死去するまで在任。ありがとうございます。